都庁、新宿中央公園方面により、広報は小田急第一生命ビル。ハイアットリージェンシー東京は、東京都新宿区西新宿にあるホテルである。ハイアットホテルリゾーツの一つで、株式会社ホテルを田球によって運営されている。新宿副都心建設公社によって造成された、外区は順次売却され、当ビルが位置する新宿新都心7号地は、 小田急電鉄と第一生命保険が共同で購入した。その購入した敷地に小田急電鉄が小田急センチュリービル第一生命が新宿第一生命ビルディングをそれぞれ建設。竣工した小田急センチュリービルに1980年9月15日日本初のハイアットホテルホテルセンチュリーハイアットとして開業した。2001年3月30日には センチュリー・ハイアット東京に名称を変更したが、2007年10月1日、ハイアットリージェンシー東京に再変更した。スイートルーム18室を含む全746室。2つのレストランとバー、大小様々な宴会施設のほか、最上階にはスパ、フィットネスジムある。エントランスを入ったロビー天井には、スワルフスキークリスタル製、一機5000万円。 1980年、当時の価格と言われるシャンデリアが3基ある。日本料理、ヨシカ、鉄板焼きグリル、寿司、都、ブラッスリー、ビッキー S、ラウンジ、ペストリーショップとプールは2021年3月31日をもって閉店した。ホテルの設備として紹介されていないが、イヤーエステのし祖とされる、利用室デボネールが1階にある。ありがとうございます。